いな私だからな。今は対女神用の武器を開発中なんだ。ちょうど素材に使えそうなクリスタルは前の洞窟探検の時にゲットしてたし、あれさえあれば、もし女神のやつが文句を言ってきたとしても返り討ちにできるだろう。なんと恐れ多い。チル様が天界を追われた理由が分かった気がしますです。そんなことより明日は学校に行くぞ。驚いているな兄様。天使の力を取り戻した私は無敵だ。今までジーやバー、そして兄様には散々苦労をかけたが、今の私なら学校にだって通えるかもしれん。まあいきなりは怖いから、明日の放課後屋上で待っててくれ。人がいなくなったところで学校探検しよう。じゃあな、また明日だ兄様。ジル様、まずいですよマスター。ジル様の作るメカの力がどれほどのものかは知りませんが、女神様に逆らえばどんな罰があるか。これはマスターにとっても辛いことかもしれませんが、マスターからも天界に戻るようチル様を説得できませんか。大活躍でしたね。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。案外人間残り半分となりました。ここからが折り返し地点ですね。掟があるので私が直接手を出すことはできませんが、ご健闘をお祈りしてますです。どうだった？悪魔の子、クロナちゃんだっけ？クロナちゃんに私の状況のこと何か聞けた？です。ズバリ、悪魔を人間に変える方法を聞いてきましたよ。本当？はい。ですが、少々準備に時間がかかりまして、今私の方で進めてはいるのですが、詳しいことは準備が整い次第ご説明いたしますです。展開の規定があるので、
普段悪魔退治のお力になれない私ですが、今回は掟の外の話ですし、バリバリ働かせていただきますよ。期待しちゃってもいいんだよね。はい、お任せください。お期待に添えるよう頑張りますですよ。頑張ってビースター。今日も一日頑張っていきましょう。お、待ってました。この間すっごく可愛いワンちゃんの動画を見つけたんだ。隠れたご主人様を必死に探すワンちゃんがとっても可愛くてね。ちょっとかわいそうな気もするけど、あんなに可愛いんだもん。つい意地悪したくなっちゃう気持ちも分かっちゃうな。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。よく来てくれたな、兄様。さあ、学校を探検しよう。案内してくれ、マスター。黙り込んで。マスター。あ、兄様もやる気だな。それじゃあ早速。ぬぬ、兄様は私と一緒にいたくないのか？なら何だって言うんだ。チル様、マスターはチル様の身を心配して。うるさい！なんでお前が割って入ってくるんだ！そうか、兄様、そこの天使に何か吹き込まれたんだな。それは違います。問答無用。どっちが兄様の天使にふさわしいか、パワーで思い知らせてやる。戦うつもりですか？天使がそんなことをしたら二度と展開には戻れなくなりますよ。戻るつもりなんかないって言っただろう。私は大好きな兄様の隣にいられればそれでいい。え、兄様も私のこと、やっぱその好きなのか。あ、チル様が動揺されています。なるほど、さすがはマスター。ナイスな作戦です。作戦？やっぱりそういうことだったんだな。あ、もしかして私またやらかしてしまいました？もう許さん。兄様もそこの天使もまとめてぶっ飛ばしてやる。この戦い負けられませんね。私の本気見せてやる。狙い撃ちだ。Thank you.
避けるのよ。注意してください。すごいの来ます。なんとか勝てましたね。